え皆さんこんにちは。はいえー、レック会計士課の中島と申します。よろしくお願いいたします。えー、本日はですね、えー、12月の担当必勝法を解き明かすという、えー、ガイダンスの方を始めさせていただきたいと思います。で、えー、こちらのガイダンスなんですけども、えー、基本はですね、この前の5月の試験で、えー、とちょっと残念の結果だった方であったりとか。 これからまあ12月、今年の12月の試験に向けてちょっとどういった勉強法をすればいいのかとかそういったですねいろいろな疑問であったりとかいろいろな状況のある方々に向けてのガイダンスになりますのでぜひですね皆さん、聞いて帰ってください。よろししくお願いします、はい、では、ですねお手元にあるレジュメの方をですね開いていただきたいと思います。はい こちらですね。プレゼントいきましょうかね。はい。はいえー、合格発表から見る今年の十二月とおります。で、えー、今年の十二月試験を受験する皆様にぜひお話をしたいのが、えー、今日と十二月の本試験の日を入れないでいくとですね、残りが百六十八日です。つまり皆さんが勉強できる時間が まあしかと思うのか、えー、もあるのかはまあ皆さん次第だとは思いますけどもこれをですね、えー、ぜひ念頭に入れていただきたい168カウントで終わってしまうわけですねなので皆さんはぜひともですね、えー、休んでる暇はないこれだけは重々ですね、えー、念頭において、えー、学習にあたっていただきたいと思います、はい、でですねちょっと この前の5月の本試験の結果が出たので、ちょっと見ていただきたいんですけども、レジュメの方ですね。はい。合格発表から見る今年の12月なんですが、今年の、この前の試験、合格発表、昨日ありました試験がこれですね。はい。平成の30年の第2回ですね。見ていただくとですね、1年前。 1>, 1年前と比べるとですね、えっと、4916から5346人と、400名以上増えてますね。で、ここで言う400名というのは受験者数ですから、答案をちゃんと提出した人、400名増えてます。で、 実際蓋を開けてみると合格者はなんと475から975ですから500名増えてたわけですこれ非常に異例で第2回という試験というのは基本的にここに書いてあるような一桁台の合格率だったんですよ例年それがこの前の5月は18.2%と倍化したわけですね 6%、7%っていう回もありながらですねなんと今回の第2回は18.2%見ていただくとですね皆さんもご存知のように第1回は非常に2桁10%、15%などの合格率がある回だと思うんですけどもその前回と比べてもですね非常に高い合格率になったと。 でこれはいますでこれはあの未だかつてですねないような状況かと思うとまあ私はそうではないと考えてて何かというと基本的に第1回で一定数は取りたいんですよ公認会計士協会は。でそこで一定数取ってで第2回で人数調整をするというのは私は変わらないと思います。 だから第2回の方が少し合格率が低いんですが今回第2回もたくさん合格者を出したこれは何かというとそれだけ論文の受験者数を増やしたいんです会計士業界っていうのはイコール論文の合格者も相対的に増えるはずですそれだけまだ公認会計士は人材不足であるということが見て取れると思います事実 今ほとんどの求人で、えー、4大監査法人公認会計士を合格している人はほとんど通るんですねほとんどが就職できる状態もちろん年齢とかはまあ30代40代ぐらいまでですけどその方々は基本的に公認会計士試験合格すれば4大監査法人に入れる状態ですでなお監査法人はまだ 人材不足であるということをこの状況を鑑みて今回の第2回は高い合格率であったということです。とはいえですよ皆さんとはいえこれはまあ過去のお話ですから今年の第1回どうなるかというとおそらくここのですね10台の高い水準で合格率はあるんじゃないいかと思います、はい、なので皆さんはですね、えー、この第 2回この前の5月のことは、まあ、あまり気にせずと言いますかで次こそはですねぜひ12月は合格していいいたただきたいと思いま非、はいまあ、それだけ今会計業界が非常にですね人数を、ね、人を欲してるという状況ですからぜひですね頑張って継続して12月までいきましょう。 でえー、次ですね12月に向けての、えー、学習法をお話したいいと思いますここでいう学習法は、えー、合格者の方々からヒアリングしたものをまた私自身が合格した方々のですね勉強している風景であったりとか、えー、お話を聞いて、えー、担当の試験を合格された方その方々の最大公約数的なものをお伝えします。なのので私自身のメッセージというよりも えー、合格者から皆さんへのメッセージだと思ってください。はい、で見ていただくとですね、えー、まず計算と理論共通として学習法の方をですねお伝えしたいと思います。まずですねこれ見ていただきたいのは丸の一番基礎を本当に理解することはいよく基礎基礎を言いますけども本当にそれはこれはね重要です。 えまず応用問題、まあ、ここでこう定義するんですけども出題形式が基本とちょっと違うまあ、たはひねられた問題ですね、はい、これが解けない方のまあ共通点なんですけども実は基本の部分がまだ足りていないんですね習熟度がはいなので、えー、このですね基,本え基礎力これを重点的にまずは 知識の基盤としていいたただきたい基本をとにかく問題演習をするなりして、えー、連動を上げるとで米印書いていましたが基礎力というのは実は論文にも使えますはい論文で出てくる応用的な論点それは計算理論もそうなんですけども基本論点が分かっていないとその論文の応用論点っていうのは 記述もできなないいし計算も解けないわけわですよ、はい、で論文の中にも実は基本論点で解けるような問題は実は多々あるんですねなので皆さんはこの基礎応用をやりたがるのはわかりますがまず基礎を本当にまず理解してその次のステップに行くということだけ忘れないでください、はい、で、えー、丸の2番見ていきましょう基礎を複合した応用問題、まあ、さっきのお話ですね でそれをさらに発展した発展問題もっと難しい問題のことを発展問題と言いますこれはやらなくていいですものすごく難しい問題本試験で言うと正当可能性を、えー、レクは3段階に分けたと思います正当可能性こう中低こうは解けないといけない中は半分ぐらいは取らないといけない ては、えー、取れなくてもいいという、えー、本試験の解説動画でお話ししてると思いますけどもまあ、えー、他社さんのね、えー、解説動画でも同じようにおそらく3レベルで区分してますけどもてこのてというのは発展問題です。このは本試験で取らなくていい問題にななります、はい、でなぜかというと発展問題なんでやらなくていいかというと基礎にかかる時間を1とするとですね 応用問題は大体その倍かかります。マスターするのに。で、発展問題は基本論点よりも3倍はかかると考えていいです。マスターするまで。はい、で、ここでちょっと例を見ていきましょう。A さんの勉強方法が発展問題まで学習する場合。ね、A という論点の基本論点を勉強し、 さらに同じ論点の応用問題の応用論点を勉強しさらに進んで発展問題まで勉強した場合1たす2たす3でこの方6時間かかってますね A という論点だけで6時間かかってますで今度 B さんを見てみましょう B さんは基本問題だけを ただしただしですよ A という基本論点をやってその次に B という基本論点 C という基本論点 D という基本論点 E という基本論点 A とはまた別の論点を基本論点だけで学習した場合これも合計すると6時間なんですよ。なんかマイナス6に見えますねすいません。はい、でどちらが受かりやすいか一目瞭然ですよね。 実際の本試験は一つの論点だけ問われるわけではなくてより広い論点が問われるわけですね。で、しかも皆さんも当連だけではなくて、えー、本番の試験も経験されてるからお話ししますがかなり広いところまで問われます。やはりこちらの B さんの方が合格しやすいわけですね。A さんの場合 B という論点が出た段階で全く解けないんですよ。 講義で何か聞いたことあるな、この B という論点。そこまでしかできない。解けない。ただ、B さんは B という論点、基本論点であれば、まず間違いなく点数は取ってこれる。たとえ B2 というですね、論点が本番の試験で出題されたとしても、B1 のマスターした基,礎基本論点のこの基礎知識を使って、なんとか B には解ける可能性があるわけですね。 で、えー、さっきお話した通り B3 が出たら解かなくていいですから本番の試験でこの B3 という応用論点出たら正当可能性低ですから飛ばしましょうなので皆さんですねぜひこの基本論点がなぜ重要なのかで難しい論点ばっかり勉強するっていうことが、えー、どれだけですね基本論点の習熟度を下げてるかっていうのを理解していただきたい では次のページいきましょうかね、はい、次のページですね。はい、丸の3で,す、ねはいでえー、前回の試験、えー、5月に行われた試験なんですけども、えー、難易度が高い問題この発展問題をですねやはり過度に意識しないさっきと同じことを言いますが、えー、その理由はですねもっともっとあって。 発展問題というのはその形式で次は出題されにくいです。これは統計的に見てもそう。とてつもなく難しい問題というのは次の回では出題されにくいです。同じような形式では出ないということですね。で、さらに対策をしても他の問題で使えるような力はつかない。はい。特殊商品売買を例にとりましょうか。 特殊商品売買でとてつもなく難しい問題が過去に出題されたとしましょうね。それを勉強したところで、一株あたり当期純利益の基本問題は解けないでしょ当たり前ですけど。全く別の論点なんだから。で、特殊商品売買に関しては、えー、かなり今出てきている状況ですけども、これは基本論点だけでいいですよ。はい、あの、踏み込めば踏み込むほど、いくらでも難しくなりますから。 特殊商品売買はね委託受託使用カップさらに収益の認識が違うわけですよね難しい問題はいくらでも作れるでそれの発展問題をいくらやったところでどこが推定になるかもわからないしどういうふうな複合問題になるかもわかりませんで同一の形式の問題が出る可能性は低いと考えればやはりこの発展問題には 時間を使わない方がいいはいその通りですねあの本来取らないといけない基本論点の熟練度を下げる要因になりますからやはり発展問題の方はねです、はいでえー、ここでいう発展問題なんですけども発展問題、えー、問題集でいう発展問題っていうのは何かというと。 問題集にもおそらく発展問題というのももしかししかかたらあるかもしれません、えー、うちのレックではないと思いますが他社さんの問題集であったりとか、えー、またはトーレンとか模試ですねこれらで発展問題はこう定義します。解けなかったまず実際に問題解いてみて解けなかったプラス解説冊子を見ても全くピンとこない。 まあ読んでもある程度分かりましたと解説を。でもすごくこの問題には時間がかかるし、本番の問題、本番で出た場合は解くのに非常に不安だという問題。今皆さんが本試験を経験している状態であれば、そういった問題は間違いなく発展問題です。なので、え、当連や模試で出ても、この問題は捨てて結構です。よろしいですね。 それをやるくらいであれば、出題可能性の高いですね。で、取れる可能性の高い、やはり基本論点、これの習熟度を高めていくことに意識してください。はい。で、次、丸四いきますね。えー、等連ばっかり回転させない。まあ、模試も含めてですね。通連模試ばっかりこれ練習するとどうなるかというとですね。 ここに書いてある通りテキストの説明レベルの問題や問題集の基本問題レベルの熟練度が間違いなく下がりますなので本来取らないといけない基本論点の熟練度をこう下がる原因になりますねでこれよく聞くお話です本番の試験で、 当連で出てない問題が解けないと。当連ばっかり回すと、当たり前ですけども、直前までずっと回すと、当連で出ていない問題が本番で出たと。まあ解けないですよね。で、結果、家帰って見てみると、実はですね、入門時期、えー、つまり、えー、担当式の学習を始めた前半期ですね。前半期の、実はテキストの説明レベルの問題だったと。 問問題題集に掲載されてる問題だった悔やんでも悔やみきれないでしょこれ取れるべき問題だったのにだからこそ皆さんはこの答練ばっかり回転させるということだけはやめてくださいあとでお話ししますがテキストと問題集の確認も必ず行うべきだということですねはいで、えー、丸の5番です 連や模試の結果ばかり意識しないとこれから皆さんはですね、おそらく9月ぐらいからですね、え連に入ってくるとは思うんですけども、点数が伸びない。で、そういうものが当連模試だと思って結構です。これこそが答えです。で、当連模試は、で、本番の出題形式で、で、難しい問題も含まれています。 なので、まあ、ここに書いてるんですけども「通、は、れ、い、模試」は本番の形式で出されてでそれに対して皆さんはまず問題文を読んであこれは解けると思ったら解いてください。で例えば次の第2問に行ったら問題文読んでも1分考えても解放すら思いつかない。 何を言ってるかわからないそういった問題はすぐに捨てるんです次の問題に行ってください再受験生に多いのがやはりいろいろな知識が入ってるから自分では解けるはずだと思うんですけども違うんですよその場で見てわからない問題は飛ばさないと理由は簡単ですいくら考えてもわからない問題に5分10分かけるんであればその先にある基本論点 基本問題。あなたが解ける可能性の高い問題に時間をかけるべきでしょう。その通りですよね。だって、今回の合格ライン64、64%でしたよ。つまり36、36%は捨てていい問題だったわけですね。全部正当する必要はないわけですから、とにもかくにも、そういった訓練、本番の試験で、この問題解けるのかどうか。 難しい問題は飛ばして基本問題を取っていくということを訓練するものであってこの当連や模試で完璧な点数をと、ね、取らないといけないとかそういうことは決して考えなくていいということです、はい、でここでですね昨日、えー、と合格者のお話をちょっとです、ね、いろいろ聞いてみて昨日思っていった方がいいですかねで例のことを見ていただきたいと思いますえっ、ー、と本試験までですね もしだけずっと回していた方今回の5月6割しか取れなかったまあ残念な結果だったんですね。で、えー、社会人の方でで時間がないんで最後の調整何したかっつったら、えー、当連できませんでしたとなんでテキストとでそれにちょっと連動する問題集を広くやったんですね。でずっとそれを回転した その方は8割取れましたと。まあ、えっ、ー、と、7割強と言った方がいいですか。で、この方は合格されてます。で、この当連模試だけやってた方は、当連模試で取り扱っていない論点は全部落としたわけですね。で、さらに当連と模試でやった問題も出たんだけど、正答可能性が低で解くべき問題じゃなかったりと。 やはり確率論なんですよ。広く浅く、その代わり基本論点は確実に取るという方の方が強いわけですね。はい、よろしいでしょうか。で、丸の六いきましょう、えー。苦手論点を作らない。はい。じゃあいきますね。例で。特殊商品売買。嫌ですね。大好きっていう方い,らな,い,らいないと思います。えー、分配可能額。 あの計算式覚えてないと絶対に取れない。逆に言うと、覚えてるは取れるんですよ。で、一株当たり当期純利益。本支店会計。外貨換算会計。いやですね。基中平均レート使うのか、決算日レート使うのか。怪しいって言う方多いでしょ個別キャッシュフロー計算書。成果連結。 持ち文法、連結まではやるけど、持ち文法はちょっと、はい、多くの方が言うと思います。事業分離などなどあります。で、これら自体基本論点ではないんじゃないかって思われる方いますが、答えはノーです。なぜ我々がテキスト問題集に収録しているか。本試験で残念ながらたくさん出てるからこそ、テキストや問題集に入れたわけですよ。 皆さんにやってほしいから、はい、なのでこういった難しいというか覚えてないと全く手がつかないような論点も皆さんはやってくださいただしテキスト問題集レベルでいいから必ずやりましょうそうですよね本試験を作っている方々は皆さんの価値観で作らないんですよあこれ受験生嫌がるから取材するのをやめようなんてことは考えないんですね 事実公認会計士という資格はおそらく死刑員の方々はいろいろな知識を知っていないといけない一株当たり当期純利益なんてまあこれは出せないとそう思う方がおそらく多いんでしょうなのでこういった皆さんが苦手だと思うものこれらは決して苦手論点にしないでくださいもうこれは意識しましょう絶対にこれは解けると。 出たらら取っててこれる応用まででやらなくていいんですよテキストの説明や問題集レベルは取ってこれるそういう状況を作っていきましょう。はい、でこれまでが計算と理論の、えー、まあちょっと計算によってますけどもまあお話だったと。で次理論のですね、えー、勉強の仕方をお話しするとですね、はい、2ですね、えー、問題集。 えー、うちのレックだといろいろな理論問題集やりますがこの問題集に関しては全ての足に関して正語を指摘しその理由を言える状態が目標です。はい、これ正しいなぜならまで言えてくださいこれ間違えてるなぜならまで言えてくださいそしてその解説と全く同一であること価値観が。 その正しい間違いの価値観が、そのレベルまでが必要です。絶対に。で、次、当連や模試を受けていく時期になると、ここでは頭切り替えていいです。すべての足に関して、正語を指摘しなくて OK です。はい。担当式試験は、皆さんのご存知の通り、相対的な判断で正解できればいいでしょ そうですよね。正解2個見つけたら選択肢のどれかが選べるとか。誤りを見つければ、そうすると必然的にどれが正解かがわかるとか。そういった訓練をしていいんです。トーレント模試では。やっちゃっていい。ただし、ただし、ね、トーレ模試。解き余った後はちゃんと解説読んでください。で、生後の判断ができなかった。 足も正語を判断し理由を言えるようにしてくださいなぜかなぜか我々の REC の担当ポイントアップ答弁と担当公開模試さらに他社さんの模試とかもあれは理論に関しては予想問題だと思ってくださいこれはおそらく来るであろうという問題を抽出してます なので理論に関しては当連で出た問題は取れるようにしておいてください。はい、なので理論の方が実は仕上がり度はえっとちょっと上のねランクを求めるということです。はい、じゃ次のページいきましょうかね。はい、で次、えっと、スケジュールですね。 スケジュールを見ていきましょう具体的にどういう流れで皆さんはこれから勉強すべきか、はい、まずフェーズ1は基礎期といいますえー、生講義の方はですね大体9月末ぐらいまででこのフェーズ1が完了します通信や、えー、ビデオ通学をやられている方は10月中旬から下旬ぐらいまでおそらくかかるでしょうこの時期は何をするかとというと インプットをしてアウトプットでその知識を確認するという時期ですインからアウト見ていただきたいまず受講する講座はインプットはうちの講座で言うと上級講座またはまたはえっ、ー、とですねこの前の試験が300点以上取っている方は3倍速でも OK です ここでいう3倍速はですねちょっと見ていただきたいんですけどもちょっとプロジェクターでちょっと見て,見ていただきます,、えー、とですね,このですねうちでいうとですねあの担当合格パックと圧縮担当合格パックというのが2つあってで、えー、とインプットがですね担当上級講座。 で、えー、と結構細かい部分までやるインプットとで圧縮の方はこの担当3倍速講座っていうのが入ってます他の部品はほとんど一緒です全くまあ当連が入ってるってことですね。で、えー、担当上級講座をやる方は今回の5月の試験で300点未満だった方これはぜひこの担当合格パックをお申し込み頂い,いてこの担当上級講座 からインプットを進めてほしいという今話です。で、300点を超えてる方は、この圧縮担当合格パックのインプットは3倍速講座になります。何が違うかというと、まあ担当上級講座はその後にインプットです。もう一度立ち戻ってですね、知識をインプットしていく。で、3倍速はこれ何やるかというと、基本は過去問とかを使いながら、 総合問題のアプローチを見ていきます。なんで総合論点の方の強化にはつながるかなと思います。ただ自分はそれを取るべきか取らないべきかの判断なんですけども、さっきお話した通り、5月のですね試験が300点以上だった場合は、さっきの圧縮担当合格パックその中に含まれている3倍速からインプットをこう始めていいただきたいと思います。だからこう3倍速書いておきましょうかね。はい。 で、えー、どういう学習の流れになるかというと、まず、インプットである上級講座を受講していただいて、または3倍速を受講していただいて、で、その講義で使用した講師レジュメはレジュメを使わない講師もいます、えー、テキスト。これを講義が終わったら、まず確認して、解放を見る。ね、もう一回、講義を思い出すような作業をやる。 しっかりと見てください。テキストも見る。で、それを見た後に、その項目に該当する問題集を解いてください。すぐに、インからアウトプットに行くということですね。で、極力、このインプットが終わった、もうすぐにですね、このレジュメやテキストは確認してほしいんです。 で翌日でもいいからこの問題演習に入ってほしい翌日でもいいから、はい、でここでいう問題集っていうのは何かというとここですね書いてますねまず簿記ですとまずまあ計算ですから入門期に使っていた入門の問題集1から7が該当しますでしかも仕分け以外で結構です 仕分け以外ってどういう問題かというと仕分けっていうものは借り方と貸し方のこうね書くあの欄がありますよねああいう問題はやらなくていいですじゃあどういう問題か試算、えー、表を作らせたり PLBS を作らせる問題 PLBS を作らせる問題あと最終値だけ求める問題金額だけ書く欄1個だけポンとあるような問題こういった問題だけやってください 基本論点であったとしてもね。なんでかというと、今皆さん、一から仕分けをですね、借り方、売掛け金、貸し方、売り上げなんかやる必要ないんですよ。当たり前の話で。皆さんがやるべきものは、まあ、ざっとした仕分けをやって、それを集計してちゃんと解けるという知識が必要なわけです。なんで、問題集は、この仕分け以外をやってください。 ただし完全に解けなかった場合この TB や PL、BS が解けない場合はちょっと他のね簡単な仕分け問題にも戻るというのはありですけども基本は仕分け以外の問題をやっていきましょうで、えー、次にですねこの上級問題集の一度にこれも入りますでお時間がある方はやはり問題集ばっかりやってるとですねちょっとあの マンネリ化するというか、やはり討論形式のこの入門討論可能であれば手を出してください。えー、入門キーを経験された方であれば、えー、これ持ってると思いますので、これをちょっとですね、えー、出してもう一回解いてみる。はい、で、えー、財務会計論なんですけれども、えー、理論は一問一答問題集この前の五月向けでオッケーですのでこれをえ回してってください。 財務会計論のインプットが終わったらそれに該当する一問一答問題集を回すと、はい、いうことですね。で、えー、管理会計論なんですが、えー、計算はこれもですね入門の問題集です上級の問題集ではなくてこの時期は入門の問題集をやってください。はい、手広くちょっと見てみてください基本論点を。でえー 入門当練もぜひその中でお持ちの方はやってください。で管理会議論の計算に関しては本当に筋トレだと思うんですよね。どれだけ簡単な問題を素早く解くかそれをやはり訓練できるのはこの入門問題集にあたりますからぜひ皆さんやってください。で理論なんですけども、えー、これ一問一答問題集で、えー、ぜひですね12月向け が今現在オンラインショップ等で販売されていますただ発送日が8月8日ですからちょっと待つかと思いますので届き次第回すような形でお願いします、はい、で、えー、監査論これもまあ理論科目ですがやはり一問一答問題集またはですね上級問題集でも OK です で、えー、監査論の一問一答問題集もですね、えー、8月8日が発送になってますからそれが発送されるまでこの上級問題集をやっていくとでこの上級問題集は過去問が収録されていますからかなり本試験レベルのですね問題に対応できるかと思いますんでぜひこれはやりましょうで企、えー、業法です理論やはりこれも一問一答問題集をぜひ ご購入いたただきたいで一問一答問題集のこの12月向けは7月18日発送になります。これはちょっと早いですで今回はかなりパワーアップしています。今までずっとですね大きな法改正があってからですね一問一答問題集をアップデートしなかったんですが今回講師陣がですね尽力いたしまして近年の出題傾向と12月までの過去問とかも全部ミックスして もう圧倒的なクオリティでできてますからぜひこの企業法の一問一答問題集はもう他社様もこれ変われるんですよ他社の受講生様も一問一答問題集ってこれは良かったっていうのは言われますから、えー、ぜひこちらの方はご購入いただいてインプットのあとのですね確認としてぜひ使っていただきたいと思いますはいで、えー、再受験の方でですねこれらのものに時間だけを割くんではなくて えー、担当の簿記、えー、のですねフルマスター講座っていうのがございます。さっきのパックの中に入っているものなんですけども、えー、これはですね可能であればぜひ並行して受験してあのいただきたいと思います。これは何がいいかというとですね解き方の、えー、具体的な、えー、講義になりますんで結構ボリュームは大きいですけどもこれは非常にためになったという方は多いのでぜひ、えー、ですねこちらも。 はっきり言って論文にも通用するぐらいの計算力は身につくと思います、はい、よろしいでしょうかでこれら基礎期が終わりましたら次応用期です応用期、えー、生講義の方はですね、9月14日から11月31日までに該当します応用期は、えー、通信やビデオ通学の方も11月31日までつまり直前までこれでやっていくということですね <coughs> まず受講する講座はえ担当ポイントアップすみません間違えましたねこれえートーレンです担当ポイントアップトーレンと模試このアウトプットを受講して可能であれば会場受験選んでくださいねレックの会場受験厳しいのであればもちろん通信で構いませんその場合は必ず時間を計って受験してください通信の方で場所を変えて 喫茶店なり何な,なり場所を変えてストップウォッチを使ってちゃんと時間を測ってからやりましょうで急いで解くっていうのを練習するで可能であれば他社さんの模試これも申し込んでくださいしかも会場受験で申し込んでくださいぜひですね、はい、えっ、ー、と T○C さんと o ルさんですか これ全国区でやってますから、えー、ぜひですね、申し込んでください,、はい。で、見たことのないですね、形式の問題が出題されますから、皆さんの実力が問われると思います。で、えー、やることはでも一緒なんですよ。わからない問題は飛ばして、わかる問題からやるっていうところは、貫徹してください。はい、いいですね。はい。で、それら解いた後に、次復習するものは、やはり問題集です。 問題集でそのポイントアップ答練や模試で出てきた箇所の論点をもう一回問題集で確認してくださいさらっとで構いません特に間違えた問題であったりとかいやこれ本当は解けたよなという問題はもう一回問題集で確認するこれを忘れないでくださいね時間があれば時間があればです先生のレジュメとテキストこれも見ていただく なんでこういう仕分け切るんだっけってことですね。なんでこれって正しい間違いをね、生後の判断したのっていうのは、皆さんの講師のレジュメやテキストに書かれてるはずです。ぜひこれは確認するようにしてください。で、えー、ここでいう復習するものの問題集は変わりません。基礎規と。唯一変わるのは、 えっと、管理会計論の問題集にこの上級問題集を加えてください。それ以外は一緒。さっきのフェーズ1と同じ問題集をやっていきます。で、管理会計論だけこの上級問題集をプラスした理由は、この入門の問題集のプラスアルファで、やはり本試験で取ってきてほしいという問題がありますから、それは ぜひ取っていただきたい。で、上級問題集全部やらなくていいです。断言します。全部やらなくていい。どこをやるか。重要度が書かれてます。その中の A 判定のみやってください。で、正当可能性こう。A 判定で正当可能性も記載されてます。こう。これだけ優先してやる。で、次。重要度 B の正当可能性こう。 ここまででででいいですここまでぜひやってくださいで、えー、と正当可能性低とか中とか重要度 B とか C とかは全然この段階でもうやる必要はないです、はい、で本当に時間が余ってしょうがないという方はやってくださいたまにいます あのすごくこう問題解くのが早い方でただ念頭に置いていただきたいのはでもその中で重要なのは A の項と B の項ですからこれは忘れないようにしてくださいよろしいでしょうかはいで、えー、そこれらのですね、えー、いわゆる「答連」を解きながら、ね、問題集も解いてでレジュメも確認する。 これをやるととと皆さん何がいいかといかうとですね最後にこのレジュメやテキストをこう確認している状態を作ると何がいいかというと穴が埋まってきます皆さんの中の知識の穴が埋まってくるんです。で手広い知識になってくるからこそ皆さんはやっとねここに来てやっとです。 そして最後です。ラストスパート。すみません、間違えました。ここの日程ですね、えー。12月9日が本試験です。12月1日から12月9日まで通信も生講義も皆さん何をやるべきか。最後のラストスパート9日間はこれをやります。レジュメとテキストをとにかく確認してください。ざっと確認するんです。広くやってください。で、あ、これ忘れやすいな。 特に、またここでですね、分配可能学のやつとか、なんかちょっと忘れたりしてるんですよ。持ち文法とか、忘れたりしてるんですよ。大体。まあ、そうでないっていう状態が理想なんですけどもね。なんで、ここの段階では、穴をとにかく潰す。広く確認して、小さな穴を潰してください。で、この段階で、あれですよ。 あの再受験生でよく多いのが発展問題とかをたくさんやったりとかねさっきお話しした解説読んでもちょっと難しいなみたいなそういう問題っていうのはもう完全に無視していいんですよ皆さんで、えー、これらレジュメテキストの確認が終わった後問題集もう過去にやった「当連とか「模試」をざっと確認してくださいはいざっとですでこれと ここで言う問題集っていうのはこの一問一答問題集の回転ねずっとこうね基礎期からずっと解いてきたと思いますここのね基礎期から解いてきたかと思います基礎期応用期一問一答問題集解いてきたかと思いますけどもフェーズ3でもずっとそれはやってやり続けてるこの状態を作っていただきたい思いますはいで、えー、これが一番 もしかしたら皆さんを救うと思います。最後の最後で広くやっていく。で、4科目もありますから、なんとか時間のバランスは組み立てて。で、必ずテキストリジュメが1回転するように組み立ててください、これは。ざっとでいいんですよ。で、皆さんこう見ているうちに記憶に思い出すわけですよ。これよく間違えたなとか。 その問題は説明とかをバッと見て計算を確認してまだ不安だったらちょっと問題詞を解いてみるとかそうやって知識の確認をしていくこの総仕上げこれが皆さんおそらく救うでしょう事実うちの教材の構成スタッフで受験生スタッフがいますこれをやることによって彼は70のお題を突破ししして合格しましたこれがなかったら結構厳しかったかもっていうそれだけ これは本当におす,すめします、はい、ぜひですね最後のラストスパートこれはやっていきましょうで、えー、っと次のページ最後のページいきますはいこれですねすみません学習の継続行動えー、ここからはですね私がちょっとお話をちょっとですねさせていただきたいんですがはい何かというとですね問題集の 回転率をまず上げる方法をまずお話します今お話したように問題集はまあ全部やる的な感じでちょっとニュアンスを取られた方いらっしゃいますけども問題集を皆さんやりながら問題集をもら皆さんやりながらこれをマークつけてほしいんですよ。丸三角というマークつけてほしいです。問題1って書かれてたらその隣にシャーペンでぜひ書いていただきたい。まず丸 これはちょっともう簡単すぎて何回解いても絶対解けるっていう問題中には絶対あるはずです絶対にあるはずそれはその問題は丸つけてもうその問題はやらないでいいですで解くまでにちょっと時間がかかったりちょっと判断に迷ったりそういった問題は三角全く解けなかった問題は×つけてください問題集であっても。 いいで,すかでそうやって問題集が1回転終わりますよね問題集が1回転終わるそうすると次2回転目丸以外をやってください三角とだけやるんですそうすると今まで最初の1回転目よりも少ない時間で皆さんは多分おそらく演習力はついてますからスピードが速くなっているのとさらに、えっと、三角×しか解かないですからより 回転率が上が上ってくるととはいえ問題集を解いた後にちょっと不安だなと思ったらいいんですよレジュメとかテキストに戻っていいんですよただただこの丸三角バ×をつけてで、えー、ぜひ問題集を回転していただきたいで、えー、特に理論とかですね理論とかでなかなかこれ理解しづらいと解説読んで分かったんだけど この手順があって理解するのに A というものと B というものがあって、だから C という結論みたいな、複合的な、特に企業法ありますよね。複合的な判断を求めるもの、監査論とかでもそうですけど、そういったものはここの問題集の三角とかバツつけたもの、まあ特にバツですけども、それらはノートに記しましょう。こういう理解をして、だからこの結論なんだよみたいな。 または計算の問題であったらその解き方書いてあげましょう、ね、三角×問題集のこれはこういう思考プロセスで解くんだよっていうのをメモしとくでそれいつ使うのかラストスパートで使ってくださいフェズで事実間違いノートをやはり作ってる方は結構いらっしゃいますんで。 よろししいでしょうか間違いだけがこう収録されてるって結構心強いでしょ最後それだけ確認すれば間違いなく穴は埋まっていくわけですから、はい、よろしいですかねで次は当練なんですけども残念ながら会場で受験できなかった場合当たり前ですけども時計を使いましょうで時計を使って本試験と同じ時間を計るそして急いで解いてください 本試験っ皆さんちょっと急いでで解くでしょ急にボーッと考えてやったりしないんですよね。っていう状況を通信の方も必ず持たせる頑張ってで時計を見ながら、ね、本番の試験でもおそらく持っていくであろう時計を見ながら解くということを練習してください当連もちろん会場受験の方もこの時計は持っていくなっていう時計を必ず持っていく会場受験。 ですで時間を意識するあと何分あるんだとか言いながら焦りながら解いてくださいでそこで出た点数が皆さんの点数これを繰り返していくと時計問題を見る解くこれが自然になってくる本番の試験でもその訓練をしてる人としない人では全然演習力違いますからケアレスミスも少なくなります是非 時計を見ながら何かを解くという訓練これは絶対にトーレントではやるとこれは貫徹してくださいよろしいですかねで、えー、次はですねカレンダー可能であれば皆さんカレンダーを部屋に貼ってほしいカレンダーを貼るで何をするかというと明日からもう皆さんは12月に向けて動き出さないといけない明日から勉強を始めてください 私がお話しした、えー、フェーズ1フェーズ2フェーズ3のこれに従って勉強するんですで勉強したら勉強したその日を丸つけましょうよカレンダーに丸をつけるいいですか冠婚葬祭残念なお葬式だったり友人の結婚式に出席してもその丸は絶対書くんです で、その丸はどこまで行くんですか ?12 月9日まで連続した丸がずっと書かれる。一回も書けない。その状態で12月9日を迎えましょうよ。それが皆さんにとっての自信になるから。皆さんもわかりますよね少しは。ちょっと一週間ぐらい勉強してないと、びっくりするぐらい簿記とか管理会計論の計算力下がってるでしょ 当たり前なんですよ。それぐらい、忘却しやすすいんです逆に言えば、毎日やれば維持できるものなんです。会計っていうのは。で、監査論や企業法も同じです。ある程度触れてるからこそ、知識は安定するわけですよ。さらにその上、その上と。なんで、皆さんは、冠婚葬祭があっても、カレンダーに丸がつけれるように、勉強しないと寝ないっていうことにしましょうよ。ね、明日から。 で、ここで勉強しないとって言うんですけども、えー、レベルは低くてもいいです。30分でもいいです。最悪15分でもいいですよ。でも、絶対に勉強している。1日もかけない。どんな時があっても勉強している。で、そういう状態を作るにはどうすればいいかって言ったら、朝早く起きて勉強しましょう。そうですよね。そうすると、えー 例えば夜に勉強しようと思ったらその夜に何かが起きた時勉強できないじゃないですかでも朝早く起きて勉強していればそのノルマは達成されるわけですからで今私が話したように15分でもいいって言いますが勉強し始めて気分が乗ってきたら継続ししてください時時間2時間でもやりましょうそれぐらいあのモチベーションを保つっていうのは難しいんですよ受験生が。そうですよね。 もう今ワールドカップありますから、まあ、それ見たくなりますよねスペインどうなんだとなりますよねで例えばあのね「ドマルクエスト」とか RPG 発売されたらちょっとやりたくなるでしょでもそれ我慢しないといけないただやっぱり息抜きはいいですよやってしまってもただし15分でもいいから勉強してください遊んでもいいからで勉強を継続していると皆さんの中でまたモチベーションが上がってきますから。 ずっと何もやってない時期っていうのが一番厳しい。で、えー、まあ最後なんですけどもその <laughs> 学習の継続法の最後なんですけども何かといったら、えー、とはいえですよとはいええー、理想通りな勉強ができなかったとその過去を皆さん悲観に思わないでください。いいですか過去 中島がこうは言ったけども結局俺勉強しない日できたと言ってももういいんですよそれ過去の話なんですから後悔するぐらいだったらすぐにテキストとかレジュメを開いてくださいまたはオンラインスタディー SP にログインして動画見るなり DVD 見るなりしましょうああ俺ーと思ったらまあいかんいかんと思ってテキスト出すねっ「ひかばたり冬季中年期見る」みたいなね いいんですよもう過去はしょうがないこれからが重要なんでぜひ皆さん悲観に思われください過去をね大丈夫ですまだ取り返せるこういう自分がこういった考えが皆さんを強くしますからねちょっと根性論の話になりますけども、はい、で、えー、また関係のない話な容で関係のない話で今皆さん、えー、梅雨が終わって えー、これから夏に入りますよねで12月は寒いわけですよ本試験はおそらく寒くなる可能性があるなので皆さん体温調整を常にやりましょう何かというと、えー、すぐに羽織ったり脱いだりできるパーカー系は必ずカバンの中に入れてください本番の試験で試験会場で、えー、暖房が効いてるから基本は暑いはずなんですよ 皆さん問題解いてるとすさまじいカロリー消費しますから試験会場でむちゃくちゃ暑くなりますでさらに寒いということで少し弱暖房がかかっている可能性もあるそうすると暑いんですねその場合皆さんは脱げるような状態にする逆に窓際でまあ多いんですけども特にあの都心系のねこの前の武蔵野大学とかもやはりあの窓際は結構寒いです12月って。 この場合は着ないといとけませんから暑いと思ったら今度着ないといけませんから何が言いたいかというと本番を想定して皆さんはもう体温調整はしないといけないんです。で往々にしてそんなの関係ないっていう方,に方ほど体調を崩しますから、はい、とにもかくにも体調管理つまり温度管理ですよねそれはぜひ徹底していってください,、はい。なんでこうね あとさっっき言ったあの時計もね模試受ける時とか皆さんあのちょっと早めに行きましょうね会場受験ちゃんと申し込まれた方は早めに行ってでテキスト問題集とかを出してこうチェックするんですよ模試の時でも本番の試験だと思ってくださいで自分は絶対合格点を取るんだと思ってやりましょう近くのコンビニに行って おにぎりとかを買って少し食べるとかで、えー、本番の試験もペットボトルは置いていいですから極力常温のものを、ね、置いて水分補給をしながら本番だと思って解いてください模擬試験ですよ模擬戦ですからね本番の試験を想定したような過ごし方をぜひ体験してほしいだからこそ、えー、他社さんの申しは申し込んでほしいんですねそういった 模擬戦を何回かやった方が、やはり皆さんにとって精神安定剤になりますから、本試験の。はい、で、えー、ちょっとレジュメに戻らさせていただきますね。最後です。全然先の話ですけれども、12月9日の本試験が終わったら、いつ論文をスタートすべきか。ここに書かれてある通り、12月9日の 翌日からもう租税法と経営学はスタートしてください中島ちょっと翌日きつくないとね思われる方いらっしゃるんですけどもこの8月論文を取ってる方すぐに租税法と経営学を始めてますよで作戦はガンガンいこうぜですよ皆さんすいませんわからない人はいいですガンガンいこうぜです ドマルクエストの,あの作戦なんですけどいろいろやろうぜとかダメですよそんななんか映画,映画見に行ったりとかダメですよ、ね、やりましょう租税法と経営学の勉強を始めてくださいなんでか、えー、担当の試験科目にない科目ですから皆さんゼロですよねほぼ今度ね知識はぜひこれはもう12月9日の翌日10日から始めましょうで合格発表まで1か月弱あるんですよ だから1月ですよね合格発表で。皆さん冷静考えてください。12月9日から本試験、論文の本試験まで8.5か月しかないんですよ。そのうちの1か月合格発表まで何もしないってことは何かというと12%弱の時間を捨てるわけです。これは不利ですよ。なので、 ですね、担当よりもちょっと先のお話になるんですけども担当の試験が終わったらもうすでに論文の学習はスタートをしてくださいこれなんで今話すかというと12月9日によく聞かれるんですねお電話とかで、ね「<laughs> いやまあ明日ですよ」みたいなのをこう私毎回言うんですけども。はい、でレックの論文のコースは実は通学の人も 通信フォローででで月から勉学習できるんですよつまり12月の段階で論文申し込むともうどっさり来ますからドーンってで前倒しで勉強できます通学が始まる前からで勉強できます、はい、で通信の方はもちろんですで9月から通信の方はスタートできますからドーンと租税法と経営学勉強できますからぜひですね勉強していただきたいと思います よろししくお願いしますはいまあちょっと1時間まかしですね猛ダッシュでお話ししましたが、えー、皆さんはぜひこの12月はえ合格していただきたい、はい、で、えー、168日ですね明日を明日から起算して本試験の前日までで168日です。 ぜひ悔いいいのないように頑張ってたただきたいで、えー、我々公認会計士課が皆さんに公認会計士講座をおすすめして公認会計士になってほしい理由は、えー、大きな理由が1個あります何かと言ったら公認会計士の資格を取ったら公認会計士験すみません合格したら試験を合格したら四大監査法人にほぼほぼいけます面接で変なことさえしなければ もうほとんどいけるんですよ。四大監査法人。じゃあ、その四大監査法人ってどういう企業かというと、全世界のアンケート。あなたが入りたい企業なんですか全世界のアンケートで、Google や Apple が入っているそのランキングベスト10の中に、四大監査法人全部入っているんです。それぐらい圧倒的にみんなが行きたい企業なんですよ。そして、どういう企業かというと、財務省、財務、 財務省とか、ああいった公務員の中でも上級レベルの方いらっしゃいますよね。高級取りの方々。そういう方々の年収を数年後に超えるんです、会計士は。で、その方の性別とか学歴とか全く見られない。公認会計士に合格してたら、間違いなくその四大監査法人に入れる。有給も確実に消化できる。残業は、 ああいう忙しい繁忙期ってありますよね決算期であったりとか監査をしないししてしないといけない時期その時期は残業ありますよそれ以外の時期は海外旅行もできる女性の方は育児休暇も取れる一回リタイアしてももう一回戻ってきた段階で時給5000円でこの仕事やらないかとか言われるんですよ週3日しか働いていないそういった雇われ会計士も月額40万もらえるわけですよ っていう資格なんです。これねあ、意外とみんな知られていない。めちゃくちゃ今、有効な資格って何か取るべき資格が何か自信を持っていますよ。公認会計士です。アップルやグーグルとかと肩を並べるんですよ。四大監査法人。で、公認会計士試験の論文に合格したらもう目の前なんです、それが。ほぼ確実だと思っていい。それだけのものを、 皆さん合格すれば手に入るんですよ。じゃあ全て書けましょうよ。ね勉強するんですよ。一生懸命勉強して、担当を合格する。そして論文のステージに行きましょう。論文に行けば、ね、担当合格すれば、論文だけ考えればいいんです。論文の対策だけすればいい。しかも、合格率は35%今超えてきてる。前回は37%です、合格率。いけそうでしょ しかも当年度と翌年度最大3回ね少なく数えても2回チャレンジできるんですよやはりこの担当を突破するだけで急に色が変わってきますからぜひ皆さんはこのガイダンスを聞いている方々は公認会計士になってほしいですぜひなりましょうそのために今私がお話ししたような勉強をぜひやっていただければと思います 本日はご清聴ありがとうございました以上になります